カムカムエブリバディ終了、深津絵里さんに再び注目が集まっています。あまり知られていませんが、深津さんは13歳の時ミス原宿コンテストで優勝、その後デビューしました。審査では小泉今日子さんのファンですが、キョンキョンを上回る歌手になりたいから同じ事務所には入りたくないと明言したとのこと。審査員は一人だけ浮いていた、どうしてと思って見ていくうちに一番可能性を感じたと当時の雑誌にコメントしています。さらなる秘蔵写真はデイリー新潮で